まずはブロッキングしていきます。分け目に対してイヤツイヤで4ブロックで分けていきます。そしたらバックからブリーチ入れていきます。大体バックの幅にもよるんですけど、大体6パネルぐらいでブリーチスライス取って入れていきます。なんで半分だとしたら3ブロックずつぐらいなイメージで受け取ってきます。スライスに対して垂直にフォーミングして風を当てていきます。根元の方から風を当てて細かい毛を落としていきます。しっかり分けた後に塗るのに邪魔にならないようにダッカールで奥の方までしっかり留めていきます。そしたらボードを使ってブリーチ塗布していきます。バレイヤージュはハイライトとグラデーションの組み合わせでイメージしてもらえれば分かりやすいので、下のところのブリッジ塗布の部分はだいたいグラデーションのそのお客さんのやりたいウェイトというか高さで合わせて入れてきます。ほんのり舞い上がりなラインで入れてあげた方がグラデーションは自然なので、ほんのりだけ舞い上がりで入れていきます。そしたら逆バックサイド入れていきます。同様で6パネルぐらい入れていくんで、半分で3パネルで入れていきます。同様でグラデーションを作っていくイメージになるので、今度は舞い上がりがこっちのラインで軽く舞い上がりで入れていきます。
最後のパネルだけ逆のトップのウェイトを確かめて同じところにラインが来るように入れていきます。そしたら再度入れていきます。トップ1センチくらいスライスを分け取っておきます。そしたらバック同様、サイドは4パネルぐらいで入れていきたいので2等分して、そこからまた半分で計4パネルぐらいでなるようにスライス幅取っていきます。グラデーションを作るイメージでやっていくので、さっきの下のところのブリーチしたラインよりも上になるように、下になっちゃうとグラデーションが前下がりになっちゃうんで、前上がりになるようにグラデーションのラインを入れていきます。最後の受け取っていたスライスは根元の方までブリーチ入れていきます。一番抜けてほしいのでアルミの方に裏塗布していきます。逆サイドはさっきのサイド同様に分け目の1センチ少し分け取ります。そしたらさっきよりもちょっとこっちのサイドの方がヘビーサイドになるので、パネル数も少しだけ増やすので、さっき向こう4パネルでいったんで5パネルぐらいで仕上げていきます。
逆サイド同様、一番最後のパネルは根元の方までブリッジしていきます。はい、これで完成です。